問題です。ノーアウトランナー二三塁、ピッチャーが投げたボールがバッターに当たりそうだったので避けようとしたらバットにボールが当たってしまいました。それを見た三塁ランナーはホームに走り出しました。打球は一塁方向のボテボテの当たりとなり、それを見たバッターは一塁へ走り出しましたが、打球は処理したファーストを見て少し後ずさりしました。その間に三塁ランナーホームイン。どうなる？1、バッターランナーは後ずさりした時点でアウト。三塁ランナーホームインで1点。2、バッターランナーは後ずさりした時点でアウトで三塁ランナーも三塁へ戻される。3、バッターランナーはタッチされた時点でアウトで三塁ランナーホームインで1点。さあ、どれでしょう？正解は2番です。ソフトボールの場合は野手のタッグを避けようとして本塁方向に後ずさりした時点でアウトになります。野球の場合は逆走しても OK です。なので3番が正解です。